このアリーナツアーは、ストリートダンサーから始まった僕の一つの集大成です。岩田武典画像、日本武道館公演の様子。ライブ写真全16枚、岩田武典 EXILE 3代目 JSOUL BROTHERS が、6月6、7日に東京日本武道館で、高則岩田ライブツアー2024アートレスファイナルイン武道館を開催。3月から始まり、 6都市12公演で行われた地震初のアリーナツアーを完走した。本校では6月7日の2日目公演の模様をレポートする。開演1分前のカウントダウン、オープニング映像を経て、ライブは2月にリリースされた MVP でスタート。武道館以外の公演では本編後半に配置されていた曲だが、 ツアーファイナルでは一曲目から会場のボルテージを最高潮に持っていく役割を担った。八人のダンサーと共にダイナミックなダンスで観客を魅了していく岩田。普遍実行するアリーナの歌詞をこの日は普遍実行する武道館に変えて歌い、武道館のステージへの気合を表にした。アートレスイコール飾らない、ありのままというコンセプトをもとに、 自身が演出プロデュースまでを行った本ツアー。岩田のクリエイティブと遊び心が詰まった楽園に誘うようにパラダイスを届けるとツアーファイナル日本武道館、Are you ready? と呼びかけてレディへ繋げるライブは遊びではございません。本気と本気のぶつかり合いです。皆さんの本気見せてくれますかとクラップを煽り、 ディープダイブでは女性ダンサーと共にセクシーなパフォーマンスで曲の世界観を表現。オネストではスタンドマイクを用いてパフォーマンスするなど、一曲ごとに様々な演出で観客を魅了していく。あなたの近くに行きます。と、Be Yourself, Keep LT Up ではトロッコに乗り込んでアリーナを一周した。メイト、ファンの故障からの大歓声を受け取り、ツアーファイナル最高 と叫ぶ岩田の笑顔からも、この瞬間を存分に楽しんでいるのが伝わってくる。コールレスポンスやシンガロングで一体感に満ちた会場を見渡しながら、岩田はメイトの皆さんとここまで来ました。武道館へ連れてきてくれて、本当にありがとうと歌唱後に深くお辞儀した。ダンスチューン、ウイルスで再び盛り上げた後は、バンドメンバーのセッションを挟んで、これから、レッドミーノーのメドレーへ。 僕から皆さんに見せたい景色を用意してきましたと告げ、続く、モノクロの世界。ではペンライトではなくスマホライトの点灯を促す。スクリーンには客席を背にして歌う岩田と、その背後に輝く無数の光が映し出された。モノクロの世界が彩られるように、本当に美しい光景だった。ダンサーの個々の魅力の詰まったダンスショーケースを経て、ライブは後半戦へ。 一曲一曲やるごとに、あ、このパフォーマンスやることないんだな、って噛みしめながらさ、とツアーが終わることへの寂しさを滲ませつつ、武道館は人生の節目で立ってきたステージだと語った。初めて武道館に立ったのは12年前、三代目 J ソウルブラザーズの初の単独アリーナツアーでのこと。その2年後に EXILE 加入時のオーディションでも立った場所だが、どちらも必死だったため、当時の記憶がほとんどないという。 今日までの道のりは、決して楽しい時間ばかりじゃありませんでした。生きていれば抗うことができないような不条理にも出会ってきました。でも、その度に後悔しないようにやってきて、自分はこんなもんじゃねえと、高く飛べるはずだと奮い立たせてきた、そんな10年でしたそう振り返りながら、10年越しにソロアーティストとして武道館のステージに帰ってくることができました。と感謝を述べ、 今日の光景を記憶に焼き付けると意気込む。そして、ツアーファイナルかつ武道館という特別なステージのために新曲、ゲットダウンを初パフォーマンス。嬉しいサプライズで観客を沸かせた。ザ・ウェイで再びトロッコに乗った後、レーンドロップでは通路に降り立ち、観客のすぐ近くで歌を届ける。ナイトパレード、のサビでは客席からシンガロングが響き渡り、 カラフルな照明やペンライトの光もそう待って祝祭空間が生まれていた。これまで足を止めた瞬間に記憶から消えると危機感を抱きながら活動してきたと語った岩田。一方で経験を積んでいくうちに一度の失敗で全てを失ってしまうのではないかと挑戦するのが怖くなった時もあったそうだ。そんな時に勇気づけられたのがメイトの存在だったという。こんな自分でも 皆さんという誇りに出会えました。皆さんも、身の回りの大切な人たちに誇りに思えるようなことを見つけていただきたいと思います。後悔ないように生きてください。見てください僕、パフォーマーとしてデビューして、今ソロアーティストとして武道館に立っているんですよ。何だってできるよ人生。とエールを送り、これからも挑戦を重ねつつ、挑戦する人の背中を押せる存在でもありたいと語った。 そして、14年間を振り返りながら制作したという、螺旋の奇跡、を本編最後に披露。一人一人に寄り添うように力強く曲を歌い上げ、ステージを後にした。アンコールでは1曲目に、ベアーク・ザ・ローを熱くパフォーマンス。2曲目は日替わりで様々な楽曲を届けてきたが、この日は自身初のカバー曲を披露するという。何を歌おうか悩んだという中で、 選ばれたのはユング・クーク・フィーチャリング。ラットのセブン、岩田の甘い歌声がよく似合うこの曲をリスペクトを込めて届けた。ラストはオンリー・ワン・ォー・ミーで会場を温かい空間に包み込む。セカンドアルバムアートレスの楽曲を中心にメドレーを含む全25曲を届けたこの日のライブで自身初のアリーナツアーは終幕となった。岩田は公演中このアリーナツアーは ストリートダンサーから始まった僕の一つの集大成ですと語っていた。14年間支え合ったメイトと共に作り上げた武道館のステージは岩田にとって記憶に深く刻み込まれるものになったのではないかと思う。初のソロアリーナツアーを終え、挑戦を続ける彼がこれからもどんな景色を見せてくれるのか楽しみだ。